実況パワフルプロ野球94。本物のアナウンサーを起用した実況のスポーツシリーズ初の作品で、今ではコナミの柱となっているパワプロシリーズの記念すべき第一作になっています。従来の野球ゲームではほとんどが平面的だったピッチャーとバッターのせめぎ合いが立体的になったことで、戦略性が増してタイミングを合わせるだけではない野球の奥深さを味わうことができます。とは言っても最初はバットになかなか当たらず苦労しました。選手はすべて実名で野球好きなら感情移入しやすいのですが、簡単なパスワードの使用上なのか、メインのモードがミニテナントレースとなっていて、物足りなさを感じる人が多かったようです。個人的には手軽にできてよかったですが、見た目は可愛いキャラなのに、実況のアナウンスが入ることで、本物らしい臨場感が味わえるのは、当時はすごく驚きました。パロディウスが MSX から始まったグラディウスをベースにしたパロディ作品で、シューティングとしての評価も高いゲームです。 BGM はどれも有名なクラシックの曲になっていて、誰でも口ずさめるのがいいですね。過去、ビッグバイパー、ツインビー、ペンタローの4体のキャラはプレイスタイルが違えどもどのキャラも遊びやすくて、ステージ中のベルでメガホンや巨大化などが出てくるため、本家より手軽に遊べました。小さいながらもペンギンやタコなどが可愛く動き回ったり、某巨大戦艦のようなモアイや、やられた時の演出で笑いを取りつつ、チチビンタリカやハニーミカヨのセクシー要素を盛り込んで、絶妙なバランスになっているので、プレイしていて楽しいです。当時ゲーセンでもよくプレイしましたが、一番やったのはスーファミ版です。グラディウス3、コナミのスーパーファミコン第1弾で、グラディウスシリーズの3作目です。ファミコンの前2作はハードの性能上、完成度は高いながらも、悔しい移植度でしたが、今作ではハードの凄さと、コナミの技術力を見せつけてくれました。とは言ってもアーケードの完全移植ではなく、パワーアップがかなり変更されていたり、上級者向けと言われていた難易度も、家庭向けとしてかなり下がって、遊びやすくなっているので、賛否はあるようですが、個人的にはこちらの方が好きですね。今回は武器だけでなくオプションも、バリエーションが豊富で、回転させたり、上下に取り付けて、広範囲をカバーして、別ゲームのようなプレイスタイルで、遊べるのも楽しいです。アリ地獄やドラゴン、ビッグコアの光景など、どのボスも個性的で、それぞれの弱点を探しながら戦うのが好きでした。
コントラスキリッツ、平和を守るためにエイリアンに立ち向かうコントラたちの熱い戦いを描いたガンアクションの続編で、今作からはアーケードでなく完全オリジナルになっています。相変わらず一発死のシビアなゲーム内容ですが、今回は2種類の武器を装備でき、おまけにボムもついてるので多少強引に進むことが可能になりました。全ステージ通して息もつかせぬ展開で、戦車で突っ込んだり火の海を渡っていったり、ミサイルを飛び移っていったりと、もう無茶苦茶です。また回転機能を駆使して戦うトップビューのステージは慣れるまでが大変ですが、斬新で楽しめました。登場するボスたちも悪が出なく個性が強く、戦いがいがありました。頑張れゴエモンに、キテレツ将軍マッギネス。ゴエモン新シリーズ第2弾は、マッギネスに奪われ、空に飛んで行ってしまった。江戸城を取り戻すためにゴエモンとエビスマル、そしてカラクリ忍者のサスケが旅立ちます。今回からアクションのメインは、横スクロールになって、上から見下ろしの画面は、アイテムを買ったりする、街だけになっています。SF 時代劇とも言える世界観で、いろんなメカ、カラクリが出てきたり、自分たちもカラクリに乗って戦ったりして、進んでいきます。極めつけは、ゴエモンインパクトの存在で、かっこいい登場シーンからの、シューティングっぽい爽快アクション、そしてコックピット視点でのボス戦と、度肝を抜かれました。そして忘れてならないのは、当時移植されていなかったゼクセクスがミニゲームで入ってることです。何気に道中の風景が綺麗なのも、諸国を漫遊しているみたいで好きでした。悪魔城ドラキュラ WX PC エンジンで評価の高かった血のロンドを元にして、ハードの性能を駆使してアレンジというよりは一新されたホラーアクションです。確かに CD ロムと比べると容量が少なく、 CD 音源ではないので
ビジュアルシーンがなかったり、ステージ数が減ってますが、ステージ演出は格段に良くなっていて、制約の中でも面白いものを作ろう、という意欲が至るところに見えます。特に主人公リヒターの、調整しやすいジャンプやバク宙、新アクションのアイテムクラッシュ、など、その後のドラキュラのアクション性を、方向づけた気がします。リヒターは恋人のアネットと妹のマリアを、助けるために戦っているので、あるステージでそれぞれを助けないと、真のエンディングにならない、という要素も、やりがいがあってよかったです。強ししっかりしなさい、対戦パズル玉。当時アニメでやっていた、強ししっかりしなさい、と、コナミの対戦落ち物パズルの、対戦パズル玉、のコラボ作品です。当時パズル玉は流行っていましたが、スーファミでパズル玉があることは、知らなかったです。原作はモーニングで連載していた漫画で、当時の流行とは違う、昔ながらのホームコメディでしたが、そのアットホームな雰囲気が、なんとなく好きでした。二つずつ落ちてくる、大玉、と、小玉、を並べて、同じ色の、大玉、が揃うと、消えていくのですが、隣接している、小玉、も連鎖反応で、大玉、に変わって、消せるようになるので、うまく連鎖させるために、小玉、の並べ方も必要になります。連鎖することで出せる、各キャラの必殺技の中には、下からズドーン、とせり上がるものもあって、びっくりさせられました。各キャラの表情が豊かで、苦戦していくと、どんどん顔が歪んでいくのが最高でした。強ししっかりしなさいは、確かちびまる子ちゃんが、一時期放送していない時に、日曜日の6時からやっていましたよね。当時見てはいましたが、どんな内容だったのかは、全然覚えていないです。よし、もっと、もっと、前進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 、バイ。バイ。しかできないプレイをしない。